はい、こんにちは。音の静かなタイヤと高速道路での快適なホイールバランスを作り出す平ゴム工業所、鈴木義雄です。今日は2021年11月30日火曜日です。今日は、1日の様子を、お伝えしたいと思うんですけども、冬用タイヤのお取り付け、先週末、金曜日土曜日ですね、少しこう雪の情報で、混雑しましたけども、少し間隔が空いてきました。少し落ち着きが出てきましたので、またね、木曜日金曜日もし、お取り付け、ご予定をね、立てている方、少し間が空いてきてもおりますのでね、ぜひご利用いただきたいと思います。また土曜日はですね、先週のこともありましたんで、来週では行きますよという方も多いので、土曜日は少しね、また少し混雑すると思いますが、どんどんやっていきますのでね、ぜひよろしくお願いします。今日、作業はですね、間隔は空いたんですけども、お問い合わせが増えてきましたね。冬用タイヤのお問い合わせ、これこれこうで、このサイズ、このタイヤサイズの、タイヤはありますかとか、これはどれがいいですかとか、そういうお問い合わせですね。それ以外に今回、スタッドレスを初めて、お取り付けになられる方、どんなものを選んでいいかわからない、ですと、概要をね、教えてもらいたいんですけどもっていう、もちろん、これもですね、私、丁寧に お伝えしますのでね、もし初めてスタッドレスをね、お取り付けになられる冬用タイヤを初めて使うという方はね、ぜひ私に、お声かけていただければしたら、私がね、丁寧にお伝えいたしますのでね、ぜひよろしくお願いします。では明日は定休日になるんですが、また、木曜日、金曜日、土曜日、週末土曜日が一番、お客様多いので、頑張っていきたいと思います。当店のお問い合わせはお気軽に LINE でお願いします。もちろんお電話でも受け止まっておりますが、便利な LINE を設けておりますのでね、店舗の LINE を設けております。ぜひご利用ください。本日も、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。